ケータハム F1 チーム、ケータハム F1 チームは2010年から2014年まで F1 に参戦したレーシングコンストラクター。2010年はロータスレーシングとして2011年はチームロータスという名称を使用して参戦ていた。したがってチーム設立の遠隔や記事の便宜上ロータスレーシングから ケータハム F1 チームに至るまでの経緯で記述するものとする。チームの母体となったライトスピードはイギリス F3 に参戦する2008年創立の新興コンストラクターである。5月、彼らはルノーやトヨタなどのテクニカルディレクターを務めたマイクガコインと提携しの F1 参戦エントリーを申請した。その際、 1994年に消滅したチームロータスの名称使用権を持つデイビッド・ハント、ジェームス・ハントの弟と契約し、チームロータスの名で参戦を目指すと発表した。ライトスピード代表の2位のジャッジとエンジニアディレクターのスティーブ・ケンチントンは、旧ロータスに在籍した経験があった。F1 に名門ロータスの名が戻ってくることを、周囲は驚きと歓迎の念を持って迎えたが、 現在マレーシアの国営自動車メーカープロトンの傘下に吸収されているグループロータスはライトスピードの計画はロータスとは無関係としブランドイメージを守るため法的措置を検討すると表明した2009年6月12日新エントリー枠にカンポス GP 後に HRTF1 マノー GP 後にマルシャ F1 チームアセフ1 参戦前に消滅の3チームが選ばれ、ライトスピードは落選した。しかし、バジェットキャップ導入をめぐり、エントリーが不確実な状況が続いていたことから、参戦計画は続行した。ガスコインらは、ウィリアムズのスポンサーである、アジア最大の格安航空会社、エアアジアを所有する、マレーシア人実業家、トニー・フェルナンデスにアプローチした。フェルナンデスは、 新代表に就任し、マレーシア政府と、マレーシア企業家のコンソーシアム、1マレーシア F1 チーム、1マレーシア F1 チーム SDNBHD が、新たな活動母体となった。2009年7月、BMW ザウバーを所有する BMW は、F1 撤退を発表したが、新コンコルド協定の締結期限内に、売却先が決まらなかったため、同チームのの参戦は、 不透明となり、13ある参戦、チーム枠が一つ空いた。この参戦枠をエプシロンユースカビ、ベーター・ザウバーに売却されて存続が決まったザウバーと争い、2009年9月15日にロータス F1 チームとしてエントリーが認められた。トニー・フェルナンデスは、グループロータスとの具体的な協業について議論を進めていく方針を明らかにし、グランプリ開幕前までに、 ロータスという名称の使用承諾を得るに至った。チーム名はロータス F1 レーシングを経て、最終エントリーではロータスレーシングに決定した。チームの国籍はマレーシアとされるが、ファクトリーはイギリスのオフォークにあるレーシングテクノロジーのオフォーク r t n に置かれる。当初、トムスの英国法人、トムスギガバイトの本拠地として建設され、 その後アウディア・ベントレイのルマン参戦計画の基地となった施設である。チーム CEO にはプロトンでゼネラルマネージャーを務めたリアドアスマットが就任し、若手ドライバー育成プログラムの責任者としてアジア方面を元 F1 ドライバーのアレックスユン、ヨーロッパ方面をライトスピード代表のニー・のジャージが担当する。参戦2年目のロータスレーシングは 名称使用権を獲得の上、チームロータスとして参戦した。しかし、この一件で、グループロータスとの関係が悪化し、訴訟沙汰に巻き込まれた、詳細は口日、彼は新たに、買収していた自動車会社、ケータハムの名称を使用し、ケータハム F1 チームとして参戦することになった。初年度を戦うマシンの開発は2009年11月上旬に始まり、 開幕までの5ヶ月で完成された。同社は、コスワース製エンジンとエックストラック製ギアボックスを搭載し、空力開発は、ジャンクロード未定を率いるフォンドテックと提携して行われた。ドライバーは撤退したトヨタからヤルノ・トゥルーリが加入し、マクラーレンから移籍した兵器コバライネンとコンビを組む。また、テスト券リザーブドライバーとして、ファイルーズ・ファウジーを起用した。 新車発表会には、ロータスの創始者コーリン・チャップマンの遺族が出席し、マシンもロータスの監修を受け継いで、T127 と命名された。ヨーロッパ GP の前週には、チャップマンの長男が運営する、クラシックチームロータス、CTL のミーティングに参加し、F13500 戦記念のイベントが催された。正式なエントリー500戦目は、前線カナダ GP になるが、 1970年、イタリア GP のフリー走行中にヨハヘンリントが不慮の死を遂げ、レースへの出場を見送った経緯があり、これを差し引いて、ヨーロッパ GP が出走500戦目となった。シーズンが始まると、開幕戦から他の新チームであるヒスパニア、バージンに勝る速さと信頼性を発揮した。第4戦中国 GP では、ウィリアムズのニコヒュルケンベルグよりも、 上位でフィニッシュしている。第16戦日本 GP では、小原愛念12位、トゥルーリ13位で共に完走を果たし、これが決め手となり、コンストラクターズランキング10位で終えた。完走率はヒスパニアに及ばなかったものの、最高位は12位と、新チーム中最大の結果を出した。後半の開発もあって、今期ポイントを獲得したチームでは、回となるトロロッソニ、 周回あたり1秒近くまで差を詰め、時にはロータスが先行する際に、これらのマシンのオーバーテイクを阻むシーン見られたが、他の新規チームよりも準備期間が短い中で製作されたマシンでは、ロータスがポイントを獲得するには、非常に高い壁があったことも事実であった。は、コスワースエンジンとの契約を解除し、新車 T128 には、ルノーエンジンを搭載する。また、 ルノーエンジンを使用するレッドブルの関連会社であるレッドブルテクノロジーからギアボックス等の供給を受ける。ドライバーはトゥルーリとコバライネンのコンビを継続。サードドライバーはカルン・チャンドックに交代した。チャンドックはドイツ GP でトゥルーリに代わってレースに出場した。フェルナンデスは4月にロータスセブンを製造するケータハムを買収し、 サイドポッドにケイタアームのロゴが書き加えられた。また、ゼネラルエレクトリックやデルのスポンサードを獲得した。ロータスレーシングは、グループロータスから五年契約で、ロータスの名称使用権を得ていたが、二0 1年九月に、そのライセンスを打ち切られた。T シャツの作成をめぐる、権利侵害が発端とされるが、ダニーバハ CEO の就任後、モータースポーツへの関与を深めるグループロータスとの、 利害関係が指摘された。これに対し、トニー・フェルナンデスは、デイビッド・ハントのチーム・ロータス・ベンチャーズ社を買収し、チーム・ロータスの商標を取得。2011年から正式に、チーム・ロータスとして参戦することを発表した。グループ・ロータスの親会社であるプロトンのナズミ・モハマド・サレー会長は、我々がこのブランドの所有者であり、 それを保護するために必要なあらゆる処置を取るつもりだ。F1 に関連するものを含めた、ロータスという自動車ブランドのすべてに対する権利の所有者は、グループロータスだと意義を唱えた。フェルナンデスは、チームロータスを名乗る権利を主張し、イギリスの高等裁判所に手続きを提出した。2010年12月には、グループロータスが、ルノーより、ルノー F1 チームの株式を取得し、 2011年より、ロータスルノー GP の名称で F1 に参戦することが発表された。ロータスレーシングと友好関係にあったチャップマン家も、チームロータスの名が F1 で使用されることを望まないとして、グループロータスを支持することを表明した。その後、双方ともに弁護士を立てて、ロータスという名称について、ロンドン高等裁判所にて審議を行うことを発表。 しかし、審理が3月21日までも連れ込むため、ロータスレーシング側が望む、正式継承がなされないまま2011年シーズン開幕を迎えることになった。判決の結果次第では、シーズン中に、チームロータス、ロータスルノー GP の入れかが、名称変更を余儀なくされる可能性があった。この問題について、ロータスルノー GP のオーナー企業である、 ジェニーキャピタル代表のジェラルド・ロペスは、チームロータス側は、チーム名称を変更すると、F1 の工業面を統括している、フォーミュラワンマネジメント、フォームからの分配金を受け取る権利を失う、可能性があるために、強硬な姿勢に出ていると語り、金銭的な解決が可能ではないかとの見解を、示した。フェルナンデスは、グループロータスから法廷外で一レ,レレ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 ドルの、 若い提案を受けたが拒否したことを明かした。プロトンは時短の可能性を認めつつも、フェルナンデス側が要求する3、500万ドルから6、000 0000 00ドルの金額は認められないと述べた。2011年5月27日、ロンドン高等裁判所は判決で同チームにチームロータスの名称を使用することを許可した。ただし、ライセンス問題では、 ロータスレーシング側に過失があるとして、グループロータスが F1 でロータスの名を使うことを認めたため、今後も2つのロータスが存続することになった。これに対し、グループロータス側は即時上告の意向を表した。一方で、フェルナンデスは2012年にチームロータスを使用しない可能性を示唆した。その後双方が合意に達し、FIA の F1 委員会に、 チーム名変更を申請。2011年11月6日、2012年より、チームロータスが、ケータハム F1 チーム、コンストラクター名、ケータハム、ロータスルノー GP が、ロータス F1 チーム、コンストラクター名、ロータスに解消することが発表された。両者は共同声明において、問題集結を宣言し、F1 における、ロータスと、チームロータスの名称は、 グループロータス所有のもとに統一されたと発表した。シーズン最高成績は13位が3回、トゥルーリ2回、小払い年一1回。この年も初入賞は叶わなかったが、予選、急に進出を果たすなど、中段グループ入りに向けて一歩前進した。2年連続して、コンストラクターズランキング10位を獲得した成績について、コンコルド協定の分配金ではに、500万ドルの価値が、 あるとしている。ドライバーは当初は、トゥルーリとコバライネンの継続を発表したが、ヘレスでの新車テスト後に、トゥルーリに変えて、ビタリー・ペトロフの起用が発表された。またサードドライバーは、ギドバンデル・ガルデに交代した。2012年使用者である、ケータハム CT01 は、チーム初のカーズ搭載者であった。この年の中国 GP からマーク・スミスが、 マイクガスコインに代わって、ピットウォールで指揮を取ることになった。車はシーズン前の期待より遅かったが、バーレーン GP では、コバライネンが、ミハエルシューマッハを打ち破り予選、92に進出した。モナコ GP では、コバライネンが、シーズンベストの13位を獲得。マクラーレンのジェンソン・バトンがスピンを喫したが、回避し、オーバーテイクした。バレンシア、ヨーロッパ GP では、 91最終週で、トロロッソ2台とマークウェバーを退けたコバライネンが、再び予選9、92に進出し、予選16位を獲得。ケータハムのコバライネンとペトロフの2台はレースでも良い、走りだったが、コバライネンが、トロロッソのジャンエリック・ベルニュと接触。この事故が原因で、セーフティーカーが出動した。しかしコバライネンはリカバーして13位となった。この結果は、 ドライバー二人合わせてのシーズンベストの順位であった。イギリス GP では、レース開始前に、ペトロフのエンジンが故障。そのため車をピットに入れてそのままリタイアした。7月末、本拠地をノーフォークからリーフィールドに移転した。ここは、アローズ、TWR が設立し、その後、スーパーアグリが拠点とした施設である。最終戦ブラジル GP はペトロフが、 マルシャのシャルルピックを上回る11位、チーム新記録となり、チームはコンストラクターズの10位を獲得した。2012年11月23日、マルシャからシャルルピックが複数年契約で移籍してくることが発表された。チームメイトはルーキーで前年サードドライバーのギドバンデルガルで、2013年3月1日、チームはアレキサンダー・ロッシュと馬青。 2013年シーズンのリザーブドライバーに就任したことを発表した。2013年4月17日、チームは平気コバライネンとリザーブドライバー契約を結んだことを発表した。彼は車の技術開発を担当し、新規作成パーツのテストを担当する。このため、馬オは結果的にリザーブドライバーのシートを創出した。ベルギーグランプリにて、 ギドバンデル・ガルデが、ケータハムの予選最高位である14位を獲得するなど検討を見せる。しかし、ライバルであるマルシャよりマシーンは速いものの、マルシャが第2戦マレーシア GP で獲得した13位を最終戦まで抜くことができず、ピックが同戦と、第14戦韓国 GP、そして第10戦ハンガリー GP にて、ガルデが獲得した14位が、 チームにとっての最高順位となってしまい、全チーム中の最下位であるコンストラクターズ11位となった。2014年1月21日、レースドライバーに小林海夢エラとマーカス・エリクソン、リザーブドライバーにロゲン・フラインスとアレキサンダー・ロッシュというラインナップが発表された。今シーズン目線が続き、モナコグランプリでマルシャが 初めてのチャンピオンシップポイントを獲得する中で11位、再開に低迷。F1 からの撤退報道も流れる中で、7月にスイスと中東の投資家グループへの売却を発表。ミナルディア、スパイカー F1 でドライバーをしたクリスチャン・アルバースがチーム代表に就任したが、2ヶ月後のイタリア GP 直後に辞任し、ゼネラルマネージャーだったマンフレディ・ラベットが後任に就いた。 この売却については、HRTF1 の代表だったコリン・コレスのアドバイスにより進めれた。チーム売却から2週間後、リザーブドライバーのロッシがチームからの離脱を発表された。ベルディ・ g p は小林に変えて、アンドレロ・ッテイラーを起用した。その後、元オーナーのトニー・フェルナンデスとの間に論争が生まれ、10月23日、チームは、 関在人の管理下に置かれることになり、アメリカ GP とブラジル GP を欠場。最終戦アブダビ GP は、クラウドファンディング、ファンからの資金提供などの資金調達により、出場することができたものの新たな買い手は見つからず、翌2015年2月にチームの資産売却が決まったため、2015年シーズンの出場を断念した。感想扱い、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。